はい、こんにちは。まえちゃんねるまえはるです。はい、今日はこちらですね、うん、レゴマインクラフトザ・デザート・アウトポストです。はい、こちらですね、前回紹介しましたザ・ダンジョン、うん、うん、あれと一緒に購入したいものですね、うん、砂漠が舞台になっておりますね、うん、今回は装備がついてね。そうだね、このですね、スケルトンが、鉄装備だね、うん、ヘルメットとあと鎧つけてるね、うん、スティーブが鉄のヘルメット、ね、そうだね、スティーブ鉄のヘルメットですね、うん、あと今回ですね、なんとアレックスがついてきておりますね、うん、はい、このような感じになっております、うん、あと TNT をこうね、上から落として爆破させるっていうですね、ギミックもついておりますね、うん、それで、今回ですね、こちらもうすでにですね、作っております、うん、はい、作った時の動画はこちらです。はい、はい、こちらがですね、ザ・デザート・アウトポストでございますね、うん、なかなか大きなセットですね、今回はね、うん、はい、こちらにですね、入り口がございますね、うん、このドアを開けるとこの中にお家がある。そう、お家っていうか、まあ、ちょっとした砦だね、これね、うん、うん、で、この鉄装備してるスケルトンがここにいますね。そうだね、ここが鉄装備のスケルトンだね、うん、これ、こいつは普通のスケルトンですね、うん、で、狼がいます。あ、そうだそうだ、今回は初狼、狼いるね、うん、はい、でこちらが家になってますね、うん、はい、ここにアレックスがいて、こっちにスティーブがいますね、うん、スティーブは、鉄のヘルメットと鉄の剣装備しております、うんうん、で、アレックスは鉄のツアハシを持ってますね。そうだね、それでだ、このセットなんと2段階に開くんですけども、まずここで開くね、1回、うん、まず1段階目だね、これ開きます。で、こちら側にですね、このちょっと池とかあるね、うん、はい、ここにかまどがあって、あとクラフトテーブルがありますね、うん、はい、こんな感じです。うん、そしてこちら側の家も開きますね。これはここを上を取ると、そうだ、上、屋根取んなきゃいけないんだね。屋根を取って、屋根取ってこんな感じで90度開きます、うん、中にベッドあるね、うん、またここで寝れるわけです、うん、だから2段階開くのはなかなかいいね、これね、うん、はい、こんな感じで2段階開きます、うん、はい、それでね、スティーブはですね、この船に乗ってんだよね、うん、で、これ後ろから押すとですね、こんな感じで滑り落ちるね、うん、裏側にこういうですね、ちょっと丸めのブロック、そう、ブロックがついてるので、これで滑っていくって感じかな、うん、結構ね、スルッと滑るんだよね、うん、うん、そしてここなんですけども、上にですね、 TNT 爆弾がセットされてますね、うん、後ろにはピストンあるね、うん、はい、でこのピストンを押すと、うん、そうするとですね、下の砂のブロックがバーンって爆発するって、こういうギミックなんですね、うん、まあこれね、手でやんなきゃいけないんだけどね、うん、上と下が連動してるわけじゃないんだけど、これが起きたら、ここはこうやってドカーンってやる、そう、爆発するっていう感じかな、うん、で、ここにレッドストーン装置がついています。あ、そうそうそう、レッドストーン装置もついていますね、これで動いてる感じかな、うん、そんなわけでございます。なかなかいいセットだね、これね、うん、今までのレゴマインクラフトの中でも一番今のところいいんじゃないかな、うん、うん、スケルトンが装備していたですね、鉄装備をスティーブが装備することもできますね。そうだね、もちろんアレックスが装備することもできるね。そうだね、うん、なかなかかっこいいね、初めてじゃない、鉄装備、うん、ね、うん、いいじゃん、うん、あー、よく見た。で、ここどこ？あ、そうか、冒険に出て砂漠に来てたんだった。よし、今日は昨日作ったピストンを試してみよう。おい、スティーブ。あ、アレックス。TNT 爆弾の準備できてるぜ。ありがとう。よし、じゃあ俺は鉄でも取りに行ってくるわ。わかった。ガッタン。おお、スケルトン。よし、この装置を試す時が来た。うわ、もう一体発生したぜ。俺がうまいことおびき寄せるから、この装置使ってスケルトン二体倒すんだ。わかった。よし、いい感じに寄ってきたぞ。今だ、スティーブ。うん。アレックス、ごめん。はい、ということで今回はレゴマインクラフトザ・デザート・アウトポストでした。